はり人間がやってることなので、人間と人間のぶつかり合いなんですよね。その答えっていうのがもちろん思った通りの結果になる時もあるんですけど、大半は予期せぬ結果が待ってるんですね。でそれがたまらなく面白いなと思って、気がついたらもう20年以上こういうことをやっております。どこにすごいシーンがあるかっていうのはもう全く事前にわからないわけです。なので集中力を切らさないためには、やはり機材を持つことが疲労につながってはいけないわけですね。小型軽量の機材でしたら、それを持ってて嫌になるってことはまずないですし、チャンスが来たっていう時にやっぱり確実に動いてくれるということがすごく大事で、オリンパスのシステムはその性能を十分に有していると考えています。スポーツに限らずなんですけども、どうしても寄れない現場ってあるんですよね。で寄れないとしたらどうするか、焦点距離の長いレンズで対応するしかないわけですけれども、オリンパスの 300mm はもう本当に高い解像感を有するレンズなので、安心して使うことができます。イメージスタビライザーというブレ防止の機構もついてまして、これを使うことで流し撮りであったり、あるいはスローシャッターであったり、そういうシチュエーションでも確実に性能を発揮してくれる。雨で中止になるスポーツっていうのは実は限られてまして、かなりのスポーツは雨でも行われます。オリンパスの防塵防滴は非常に優秀ですので、レインカバーとかをしなくてももうそのまんまで撮影を続けることができますし、本当ものすごい雨降っても大丈夫ですね。 EM1X は新設されたマルチセレクターを使うことによって、 AF ポイントの移動もスムーズに素早く行うことができるようになりました。やはり予期せぬ出来事というのがどうしてもスポーツの場合起きますので、そこでの対応が本当に素早くなったというのは非常にありがたい改良だと思っています。長い時間やっぱり撮影をしていると人間は当然疲れてきますよね。ただ道具は疲れてもらったら困るわけです。その最初から最後まで2時間なら2時間、3時間なら3時間、ずっと安定して動くものであってほしい。私が道具に求めるのは、どんなにたくさん撮っても最後まで止まることなく確実に動いてくれることです。 EM1X はその信頼性を高いレベルで実現しています。